レインボーシートとは日本エアシステムが国内線にボーイング777を導入した時にスーパーシートと普通席の中間にあたるクラスとして設置したものである。2007年12月に日本航空が羽田痛み線に国内線ファーストクラスを導入するまでは日本の国内線でミドルクラスの座席が提供された唯一のケースであった。利用料金は 当初2500円であったが、ミドルクラスの価値があまり理解されなかったこともあり、利用は伸びなかった。このため、1000円という思い切った料金に値下げしたところ、ビジネス客を中心に利用が伸びてゆき、末期にはレインボーシートの使命外も多くなり、元々の友数が少ないことと相まってエコノミークラスより先に満席になることも多かった。2002年にジャスが 日本航空と経営統合した後、一旦は廃止された。その後、クラス J の発足時に同座席の扱いとなった。また、このレインボーシートがクラス J の起源という説もある。この座席配置は W91 と呼ばれていた。フットレストは前の座席に取り付けてあったため、最前列のシートだけはレックレストであった。この座席は身体障害者や 高齢者などに優先して割り当てられていた。200マイルのボーナスマイルは当時の他社のスーパーシートのボーナスマイルと比較しても破格の待遇であった。レインボーシートは2003年4月の JAL と JAS の統合ダイヤ発足時に廃止されている。前年の8月に発行された統合後のマイレージサービスを説明したリーフレットにはレインボーシートの扱いが明記されており、 廃止が決まったのはその後ということになる。統合台や発足後はそのまま普通席に格下げされ、乗り得座席として人気が高く、2ヶ月前の予約開始時刻に予約を入れるか、JAL グローバルクラブの会員にならないとなかなか指定できなかった。2004年のクラス J 発足により、旧レインボーシートはそのままクラス J の座席となった。なお、旧スーパーシートもクラス J の座席として、 提供されているため、こちらが乗りク座席とされていた。2012年10月27日限りで、旧レインボーシートを装備する W91 は消滅し、すべて国内線、ファーストクラスを装備する W14 に回収された。最後まで残った機体は JA009D。ありがとうございます。